そうか、あの爆発で。あれから3日経ってる。兄さん、兄さん、磁場が違う。マイス製じゃないのね。ちょっと、なんでこんなに暑いの？温度調節は。そう、我慢しろっていうの。ああ、もう！冗談じゃないわよ！これで飯にありつけるぜ。どうだった、神又？たんまりあるぜ。だけど久しぶりの食事だ。食いっぱぐれんなよ。はあ、ケイ、おい、ケイ、どうしたんだよ一体。流れ星。え、タオワジャンリゾート別荘地分譲中。行けば燃料ステーションがあるのかしら。いつまでもこんな星にいられないわ。獲物だ。はい、タワジャン管理局です。私はマイス製作者グレンの助手イリア。
マイスで飛びたいんだけど、転送機の場所。大変申し訳ありませんが、この時間はこの地区からのお問い合わせを受け付けておりません。別の時間に再びアクセスなさるか、直接当局までお越しください。役に立たないわね。ちょっとガタが来てるから、上で4万ゲームってどこかな。あれって女だよな。女のくせに髪飾りなんかつけちゃって。いいな、あの髪飾り。どれどれ。 あいつ創作者か。創作者、やばいよ。だけどあの色は仮面だ。大したやつじゃねえ。さすが。あたぼうよ。じゃあ予定通り行くぜ。オッケー。どうしたの？さあ泣かないで。どうしたの？あのね。うん？何？ないとゲームして食べちゃうわよ。うわっ、なんだよ。それはこっちのセリフよ。法律第25条の3、仮免許のものであっても一般市民が緊急の事態にあると判断されるときは、敵に対する攻撃は必ずしも禁止されない。すばしっこいやつ。知らなかった。
管理局に渡したらその賞金で燃料入れるわ。ちょっと待ってよ、本気なの？あら、子供のくせに本当にお尋ね者なんだ。楽器だけで生きてるんだ、そのくらいしなきゃ。そっか。まさか管理局に渡したりしないよな？まさか。まさか、なんだよ。だからまさかよ。そりゃねえよ。子供たちだけで頑張ってるんでしょ？ああ。だからまさか。なんだよそれ。あれが管理局？うん。じゃあね、案内してくれてありがとう。なんて必要ないか。チェッ、可愛くねえの。あそこまで一緒に行く？だからまさかって言ったろ。さあ早く行きな。私にその気がなくても見つかったらヤバいんでしょ。うん。何？ちょっとだけ、ちょっとだけこうさせてくれよ。なんか懐かしくてさ。何やってんだろう、私。なんですって？どういうことなの、それ。ですから150ケムお支払いいただければマイステーマですぐにでもと。お金なんかないわよ、どさくそのまま飛び出してきちゃったんだから。そりゃ残念でしたね。あのね、私は創作者よ、仮面だけど。創作者の定められた創作においては自由に飛ぶ権限が与えられているはずでしょ。でもね、そのカマ号でしたっけ？カルマ号。ああ、そんな事件届いてませんしね。なんですって？またゲスどもが問題起こしてるな、まったく。なんだ。軌道衛星により確認、黄昏地区に落下した物体はゼイラムです。ゼイラムに間違いありません。わかった、ちょうどいい、このまましばらく様子を見よう。わかりました。ちょっと待って、様子を見るなんてのんきなこと言ってる場合？あいつはちょっとやそっとじゃ歯が立たないのよ。ゼイラムへの対策は万全だ。ここの周りには非常用の転送ゲートが配置してある。いつでも奴を飛ばすことができるんだ。だったらどうして今すぐ？この星もゴミが多くてね。ゴミ？そう。黄昏地区はゴミの溜まり場でね、問題が多くて困っている。細泥も多くてね。タワジャンのリゾートとしてのイメージもガタ落ちだし、何の役にも立たない連中だ。だから放っておくの？掃除する手間が省ける。いずれやらなきゃならんことだからね。
これで犯罪発生率がぐんと減る。旅行者も安心して旅ができる。逃げられたかな。逃げるったってどこへ逃げんだよ。管理局のやつらが助けてくれるわけもねえしよ。燃料が心配だけど、落ちてきたのが本当にゼイラムだとしたら、兄さんは。端くれって言ってるでしょ。さあ早く行きなさい。あいつ肩に怪我してる。多分それが弱点だよ。ちゃんと逃げるのよ。さあここからは私が相手してあげるわ。ケイの言う通りね。この間の元気はどこへやったの。裏切り者。おとなしくカルマ号と一緒に爆発していればこんなことにはならなかったのに。一つ聞かせてくれる？兄さんは脱出した？あんたにはわからないか。美味しいかどうかは分からんさ。よし、イリア、俺を援護し。イリア、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 兄さん。
今ゼーラムと戦闘中。悔しいけど手も足も出ない。どうしたらいい？イリア！ケイ！そんなのがどうでもいい。何を言ったい？ゼーラム、ゼーラムだと。だからそう言ったわ。え、嘘だろ。うわ！今のところはね。焦った。もうらいっけい。大丈夫？満タンにしといたぜ。バカね。エリア、ここがある。ヤツを。ヤツを何なのよ。もう当てにならないわね。ほどじゃないわよ。どこまで行くのさ。管理局よ。え？ゴミ掃除にね。何？ゼイラムがこちらに運ばれているだと？はい。シールドだ。シールドを貼れ。急げ。ゼイラムが入ってきたらたまらんぞ。シールドを外せ。ヤツを追い出せ。緊急配備だ。うわ。なんてことだ。あんたはここにいなさい。イリア、急げ。何をやっている。少しは子供たちの気持ちが分かった。地区の連中はみんなたくましいからさ、これぐらいどうってことねえや。ねえ、ん？でもなかなかいいと思わない？何が？このコンビ。あんたと私ってこと？そう、やっぱ仮面のやつはほっとけないしさ、面倒見てやるぜ。あのね、年上の人にはもう少し違ったものの言い方をするものよ。いい相棒になると思うけどな。子供たちだけで頑張ってるんでしょ。まあね。悪いけど私相棒いるんだ、マイス星にね。そっか。ケイ、それってあいつがクレーパーに落っことしたんだ、飛び込んできた時。あいつってゼイラム？うん、あいつ。ほら、綺麗だろ。兄さん、さ、それやろうか。え、選別代わりにさ。
してあいつがこれを。さっきの声は兄さんじゃなかったの？あれ一番気に入ってたのに。やっぱもらうもんはもらっとかないとな。お別れだもん。もう冗談じゃないわよ。ったく。再び故郷の地マイス星に降り立つイリア。呼びかける声、待っていた殺し屋たち、降り注ぐ星のかけら、消えてしまった人々、消されてしまった出来事、闇の中に真実を探し求めてイリアの怒りが。ボブを助けてくれなかったのね。面影